伸ばします。はい、今度は持ち上げてきて、地震の影響でオンエアが放送が届きにくくなっております。情報が入り次第お伝えしてまいります。どうぞ皆さん落ち着いてください。大兵庫県南部地震、いわゆる阪神淡路大震災で、20 kilometers to the southwest。The root of the disaster was a shock that happened on the boundary between Eurasian and the Philippine plate, a boundary that runs right beneath the city. There is a direct relationship between plate margins and earthquakes throughout the world. な場面を数多く目撃することになりました。地震による最も大きな被害を受けた神戸市東灘区では、阪神高速道路神戸線がおよそ600メートルにわたって横倒しとなりました。高度な耐震設計を誇る中心に阪神淡路地方でおよそ10万棟にも及び、死者全体の9割近い4800人以上が家や家具の下敷きとなっての圧死でした。地震に強いと言われた鉄骨、地震発生直後から同時多発的な出火による広域火災にも見舞われました。神戸市長田区では可燃物を扱う工場が古い木造家屋と混在密集していたため、最も大きな火災被害を受けました。水道管の損傷、断水、交通路の破壊や通信機能の麻痺によって行政による初動対応は遅れを取りました。このような大震災の場合、地震直後の救済活動はそこに居合わせた人々の手で支えざるを得ない現実が改めて認識されました。この地震がもたらした最終的な被害は、全壊家屋105,000、焼失家屋7,500、死者行方不明者は6,400人に及び、20世紀の日本の震災の中で関東大震災に次ぐ大きなものとなりました。